皆さんこんにちは。最近よく聞く年の差結婚、芸能人の方もよく年の差結婚と話題になることがありますが、どれくらい年の差があるのでしょう。今回は芸能人年の差結婚をランキング形式で紹介していきます。9位、吉田鋼太郎、22歳差。俳優の吉田鋼太郎さんは2016年に一般女性と結婚しました。結婚当時、吉田鋼太郎さんが56歳、一般女性は34歳と22歳差でした。吉田鋼太郎さんは4度目の結婚で、出会ってわずか4ヶ月で結婚した。スピード婚だったようです。2021年には女の子が誕生しており、62歳で前妻との間のお子さんを含めて2児のパパになりました。奥さんは一般女性なのですが、週刊誌などで仲良く買い物している姿や街中を散歩している姿が掲載されていますが、どの写真も仲睦まじく年の差を感じないようです。イケオジの吉田鋼太郎さんもお子さんのためにこれからも俳優として末永く活躍し続けてほしいですね。8位、城島茂、24歳差。 TOKIO のリーダーの城島茂さんは2019年にタレントの菊池梨沙さんと結婚しました。結婚当時、城島茂さんは48歳で、菊池梨沙さんは24歳、24歳差でした。2人の出会いは2015年の秋に友人との食事会で出会い、城島茂さんは可愛らしい方、真面目そうだなと好印象だったようです。城島茂さんからアプローチをして、友人期間を経て交際に至りました。菊池梨沙さんの両親は、城島茂さんとは年齢が、お母さんが5つ下で、お父さんは同い年くらいなんだそうです。2020年に第一子の男の子が誕生し、49歳でパパになりました。城島茂さんは会社を経営したり、テレビでも活躍していますから、これからも頑張ってほしいですね。7位、郷ひろみ、24歳差。歌手の郷ひろみさんは2012年に元タレントの徳武里奈さんと結婚しました。結婚当時、郷ひろみさんは56歳、徳武里奈さんは32歳と年の差は24歳でした。そして郷ひろみさんは3度目の結婚で、過去の前妻たちも年の差でした。1人目とは9歳差、2人目とは20歳差で、今の奥さんとは24歳差で、年を重ねるにつれて相手の方と年の差が広がっています。そんな郷ひろみさんと徳武里奈さんの間には双子の男の子が誕生しており、58歳で双子のパパになり、前妻との間に2人の女の子が誕生していたので4児のパパとなりました。徳武里奈さんと結婚10周年を迎え、今でも仲良く過ごしているようです。大スターの郷ひろみさんは年を重ねてもいつまでも若々しくかっこいいので人気なのですね。6位、三田村邦彦、26歳差。俳優の三田村邦彦さんは2010年に一般女性と結婚しました。1999年に前妻と離婚し、三田村邦彦さんは2度目の結婚となります。約5年の交際を経て見事ゴールインを果たしました。結婚当時、三田村邦彦さんは56歳、相手の方は30歳と26歳差でした。大阪の番組の収録で、当時テレビ番組制作会社に勤めていた今の奥さんと出会い、三田村邦彦さんからアプローチをかけて、複数での食事会を重ねてゆっくりと交際に発展していったようです。三田村邦彦さんは前妻との間に3人のお子さんがいらっしゃいますが、2015年に今の奥さんとの間に第一子の長女が誕生しており、61歳にしてなんと4人目となるパパになっています。61歳にしてまた赤ちゃんからの子育てをするのは大変ですが、奥さんと協力して頑張ってほしいですね。5位、中村雅人、29歳差。ドリームカムトゥルーのベースを担当している中村雅人さんは2008年に元ハイ&マイティカラーのボーカルを担当していたマーキーさんと結婚しました。結婚当時、中村雅人さんが49歳で、マーキーさんが20歳と29歳差の年の差結婚で話題となりました。出会った経緯などは発表されていませんでしたが、親子ほど年の離れた2人が結婚に至った経緯が気になりますね。49歳で初婚、50歳でパパになった中村雅人さんは、今もドリームカムトゥルーで活躍し続け、人気を保っています。今
は現在は中村雅人さんも64歳になりましたが、若々しくいれるのは奥さんとお子さんのおかげなのかもしれないですね。よい、山寺宏一31歳差。声優の山寺宏一さんはタレントの岡田ロビン翔子さんと2021年に結婚しました。山寺宏一さんが60歳で、岡田ロビン翔子さんが28歳と31歳差でした。山寺宏一さんはなんと3度目の結婚で、過去に結婚した相手とは2歳差と18歳差で、本人が年を重ねるにつれて相手の方との年の差が広がっています。声優界では大ベテランで、数々の作品の声優の担当をしてきた山寺宏一さんは、優しい人柄で穏やかな性格をしているようです。余裕のある大人な一面に女性は惹かれるのでしょう。2人は2015年から5年にわたってラジオ番組で共演しており、山寺宏一さんがラジオ番組を卒業した時をきっかけに連絡を取り合うようになり、その後に見事ゴールインしました。三味、山本圭一31歳差。お笑い芸人の山本圭一さんは元 AKB48 の西野未姫さんと2022年に電撃結婚を発表しました。11月22日のいい夫婦の日に山本圭一さんの自身の YouTube チャンネルで発表されました。山本圭一さんは54歳で、西野未姫さんは23歳と年の差31歳で話題になりました。2人はバラエティ番組で共演したことがきっかけでお付き合いを始めたのですが、山本圭一さんは西野未姫さんの両親より6歳年上のようで、世間からは厳しいコメントも寄せられていました。しかし西野未姫さんの両親は、山本圭一さんが昔出演していた大人気バラエティ番組のファンだったようで、2人とも逆にいいんですか?という反応だったそうです。山本圭一さんは自身の YouTube チャンネルで、西野未姫さんの家族にも救われたとコメントしていました。2位、ラサール石井32歳差。タレントのラサール石井さんは2012年に当時薬学部に通う現役女子大生の一般女性と結婚をしました。結婚当時はラサール石井さんが56歳で、相手の女性が24歳と32歳差でした。しかも出会ってから4ヶ月のスピード結婚で、当時はやはり財産目当てではないかと言われていました。しかしラサール石井さんがプロポーズをした時に、相手の女性は私が幸せにしますと素敵な返事をしたようです。ラサール石井さんの奥さんは薬学部に通っていたため、薬剤師になる試験を受け見事に合格しました。その後2017年に東京で薬局をオープンし、経営者としてまた薬剤師として働いています。1位、加藤茶45歳差。加藤茶さんはタレントの綾菜さんと2011年に結婚しました。当時加藤茶さんは68歳、綾菜さんは23歳という45歳差夫婦に世間は大騒ぎになりました。結婚当初はものすごいバッシングを受け、綾菜さんは財産目当てなど心ない言葉を言われ続けていました。2015年に加藤茶さんがパーキンソン症候群を患ってしまった時に、綾菜さんは渾身に看病をしました。このことをきっかけに綾菜さんは介護ヘルパー1級、食育アドバイザー、生活習慣病予防アドバイザー、介護食アドバイザーなど数々の資格を加藤茶さんのために取得しました。2021年には結婚10周年を迎え、今では加藤茶さんを支える献身的な奥さんとして世間から高評価なイメージになりました。芸能人年の差結婚ランキング、いかがだったでしょうか。年の差といっても20歳以上になってくると親子くらい離れているので、うまくやっていけるのか少し不安になりますよね。それでも今回紹介した年の差夫婦の方たちはみんな仲良く幸せに過ごしているようなので、やっぱり結婚に年の差は関係ないのでしょうか。これからも仲良く過ごしていってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。